花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。今回のね、台風の、まあ、爪痕がね、いろいろ残っていますけどもですね、この武蔵小杉タワープレイス、なんとか、無事で今週を迎えることができました。レギュラー陣、ご紹介しましょう。松下俊美でございます。こんにちは、よろしくお願いします。桜田武史、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いかがでしたか？心配したよね。心配しましたね。なんかね、僕の知り合いもね、なんかね、まだ停電してるっていうね。あ、今でも。そう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 、今は武蔵小杉っていうか、この近くの方なんですけども、はいはい、まあたまたまその場所によってね、例えば電源室が地下にあるとかさ、そうですね、そういうマンションになると結構ね、はい、大変ですけどもですね、まあ、いろんなやっぱりこう自然の猛威っていうかね、もう最近につくづく感じますけどもね、怖いなと思いますけどもですね、今日も楽しくね、やってまいりましょう。今日のね、本日のゲストなんですけども、僕はすごくね、会いたかったね、要するに関西フォーク界のレジェンドですよ。関西フォークっていうのは、いや、僕はね、やっぱりね、京都ご出身だけども、会いたかった方をご紹介しましょう。茶木美和子さん、どうも、どうも、こんにちは。はじめまして、どうも、よろしくお願いします。いやーね、茶木さんのことはね、須賀川のね、金ちゃんとか曽々さん、僕もすごくお世話になってるんですけども、プカプカね、そうなんですよね、アコースティックタウンプカプカっていうライブハウスがありますけどもですね、そうだね、あこからも聞きました。あ、本当ですか。それでね、もうずいぶん前から着さんの話はね、いろいろ伺ってたんですよ。はあ、うん、それで一回そのお目にかかるね、機会があるかなとか思って、やっとね今日に至りましたけどもね、ありがとうございます。いや、でもあの店はね、本当にね、いろんな人とか、はいはい、こう結びつけてくれるっていうのかな。あ、そうありますね。うん、なんかね、そんな気がする。いつ頃からですか、行ったの？はい。いつか、もう忘れたわ。いつやろ。もうあれですか、その震災前。もちろん。もちろんもちろん、はいはい、うん、そうなんで、震災になってしばらくできなかったし、はいはいはい、あ、この裏を直さはって止めてもらったりいろいろできるようになったけど、はいはいはい、うん、だからその前にね、実はね、ソソさんと銀ちゃん2人がね、うん、YouTube に一人の道って歌を上げてたんですよ、はい、で、私が歌い出した時に、2001年かもう一回歌おうと思ってギターを持ち出して歌い出したんですけど、その時にね、そのうちの娘が、うん、その時初めてパソコンなるものを買ったわけ。はいはいはい、はい。で、まあ、茶木美和子って何弦出るかな、みたいな、こう、はい、検索してみたり、そしたらその中からね、うちの娘が YouTube から、うん、お母さん一人の道を歌ってる人がいるよって言うねんね。へぇ、ま、そんな歌う人ないやろって。いや、なんかお母さんなんか、読んだはるよとか、何読んでんのって言ったら衣装を読んで、うんうんうん、それで歌い出すんですよ、はい、でその動画が出てたの、うん、で私を見せてもらって、そんな人がいいんやと思ってたんです。これは1971年ピンクピクルスで、まあ、デビューなさって、うん、まあ、その時の歌になりましたね。そうですね、その時に一曲だけのつもりがもう一曲って言われて、もう一年でもうとりあえずやめますって言ってたんで、やめることになって、アルバムを作ることになった時に、何かオリジナルないか言われて、高校3年の時に作った2曲だけ入れてもらったの。高校3年で作ったの？で、シングルカットって昔は、アルバムからシングルカットして、はいはいはい、A 面 B 面っていうのがね、うん、あるでしょ。それで、2人組のデュエットやったから、はいはいはい、一人の道はソロで歌うことになったから、うん、B 面に入れてくださったんですよ。うん、それが、もう、深夜放送を通じて、一人ある。してって、うん、どんどん流れていったっていう流れがあるんですけど、うん、だからピンクピクルスの一人の道って思ってらっしゃると思います。茶木美和子とちょっとまた別で、あ、うん、それでね、まあ、そんなことが流れてるっていうのを聞いて、はい、こんな人がいいんじゃない、誰やろうと思ってたの、う
それが須賀川の、うん、もともとはね。で偶然、新聞社から津村幸喜さんのマラソンランナーのこう特集みたいなのがあって、はい、津村さんをこうあの調べはるときに、うん、あの取材が来たんですよ、はいはい、でその時に須賀川の津村さんのふるさとの須賀川で、はい、津村幸喜メモリアルマラソンをしてると今もやってるって言われて、うんうん、いやそんなん行ってみたいなと思って須賀川行くことを決めたの。うーん、でそのマラソン見に行くときに向こうのスポーツ振興課の方から、はいはい、じゃあのそのメモリアルホールでね、うん、あのオープンするから、うん、表で記念式典に歌ってほしいって言われて行くことになったんです。あ、でそれとちょっと別の他の方と一緒に、福島県やら須賀川のぷかぷかで歌うことになったの。うーん、そしたらそこに金ちゃんとソソさん店の2人がいてくれて、あれを出したのは我々やって言われたの。だから偶然にね、なんか自然に導かれていったんです。うーん、であこ行くことによってあのつぶやさんのお家の方とも話をさせてもらい、うん、はいはいはい、いつもお墓お参りさせてもらい、うーん、ね、なんかいろいろなことがどんどん広がってきたの。そうだったんですね。そこからカナオさんに至るっていう感じです。ああ、もうろくでなしと最終的にあうてんなことなんですか。ね、でもね、これちょっとね、この一人の道っていうのをですね、こう実況とかも入ってますが、これをちょっと CD、はい、聞いてみましょうか。はい、はい、お願いします。はい、一人の道。7万5千余りの観衆がざっと歓声を上げました。津村屋の姿が間もなく見えます。今見えました。津村屋見えました。すぐ10メーター後方にヒートリー、10メーター後方にヒートリー、津村屋あと350メーター、頑張れ津村屋、あと10メーターの歩き走ったその後で僕は静かに考えた。ということでね、あの本日のゲスト、チャキー宮子さんの一人の道、お届けしましたけどもですね。いかがですか、若い頃も。いや、実は今年ね、うん、9月に須賀川のぷかぷか行ったんですよ。はいはい、そのスケジュールを6月ぐらいだったかな、決めたんですけど、うん、その時にあのお店の人にね、金ちゃんにね、うんうん、
今度はいつも向こうで式典があって、オープンとかリニューアルの式典には呼んでもらって歌ってるんです、その表で、うん、はいはい、記念式典やからいろんな人がいっぱい来てテープカットしてそれから歌うという、うん、でリニューアルもそれだったんですね。だから今度はね、絶対に今来年オリンピックもあるから、うん、中でメモリアルホールの中で歌いたいなって言って、うん、ちょっと聞いてほしいって言ったの、うん、でそれ言ってくれて、うん、で講演をいただいて歌わせてもらったの。うん、ああ、それが、9月にね。9月ですね。だ、うん、ほら、周り、津谷さんの遺品、トロフィーや賞状も含め、うん、オリンピックの時のあの赤いジャケットやら、うん、そして衣装も飾ってるんですよね。うん、あの中でね、今、あの歌作ってから何十年ですよね。うん、そういう今、自分がここで歌えるっていうのは、もう、なんていうのかな、言葉出ないな。うん、本当にもう一回歌い出して本当に良かったなっていう気持ちがいっぱいですよね。なるほどね。うん、でもとってもいい音で聞こえてきて、もう気持ちよかったんですよ。あ、だけど、まあ、今回のね、はい、台風でなんか私電話で聞いた時はまだ大丈夫だったんですけど、浸水してるって聞いてちょっと、ね、ちょっとね、この間僕もちょっと電話したんですけども、なんかちょっと浸水しね、ちょっとじゃないんですか、あの横の川がね、今のお話いただいたので、うん、ちょっとね、お便りご紹介しましょうか。今ね、はい、お話になった、はい、ソソさんから、はい、皆様お久しぶりです、うん、妖精ソソです、うん、まずこの度の台風の被害を受けた皆様にお見舞いを申し上げます、うん、川崎 FM のある武蔵小杉駅と駅周辺も浸水したとニュースで知りました、はい、私の住む須賀川市も大きな被害が出ています、うん、今回のゲスト茶木都さんがミニライブをした円谷幸吉メモリアルホールも浸水し、うん、当面の間休館となりました。うん、早い復旧を望むばかりです。うん、ね、以前松下俊美さんと一緒にメモリアルホールに行きましたね、うん、ホールに入ると着山の一人の道が流れ、うん、幸吉選手の思い出の品が飾られ、うん、須賀川にとっては忘れてはならない人の一人です。うん、茶木都さんが金尾さんのラジオに出演されることに必然を感じます。うん、長くなりました、茶木さんにリクエストです、うん、横溝静止シリーズの幻の人。おお、来たね、アザミのいい顔してるなみたいなトゲあれば、きっとリクエストがあると思いますので、今日は私が大好きな風が欲しいを時間があればお願いいたします。カナオさんには筑豊ブルース、松下さんには朝日を時間があればで結構です、はい、お話もたくさん聞きたい欲張りなソソです、うん、ありがとうございます。まあのっけから息子の話に、ね、なりましたけども、そういう少し浸水したみたいですね。やっぱりね、ちょっと残念ですよね。いや、そうでしたか。聞いた時は大丈夫って言ったんだけど ね、私も最初はそうだと思ったら、やっぱり次の日水が、まあ、それとね、今日発表されたマラソンがね、マラソンと今日、ね、競歩ですか、オリンピックの会場変わるっていうのも、これも大きな問題ですよね。うん、こんだけいろんな被害がいっぱいある中で、そっちにしてまたお金使ってどうこうって、なんかもうそのこのお天気も8月にするっていうこと自体もおかしいと思ってたし、そもそもがですよね、10月10日にしとけばいいのにね。そうですね、なんかやっぱりね、こう要するに誰のためのオリンピックかだとかね、うん、でも何のためのオリンピックかっていうねことをやっぱもう一回考えないと、選手のためと言いながらね、だってこれの日のため一生懸命練習してるアスリートの人たち大変ですよ、です、ね、気持ちがね、うん、って思っちゃいますね。そうですよ、本当にそう思います、ね、うん、なんかタイムリーな、なんていうのかな、あれやけど、でもまあそのメモリアルホールっていうところでね、うん、歌えたっていうことは自分にとってほんまに大きなことで、まあ、まあ来年なんとか無事にね、はいはいはい、なんかもうオリンピックできたらいいなと思いますけど、うん、うん、あそこはなんか、まあ、特別な空気が流れてる感じがしました。私も連れて行っていただいてね、うんうんうん、そうですね、なんかやっぱ違うんですよね、そうですね、ジーンと、うん、で最後本当は2位で代々木競技場入ってこられたのに、うん、追い抜かれて3位になったじゃないですか、うん、その2位で追い抜いたり、うん、ヒートリーさんも今年亡くなったしね、うんうん、でも弟さんがまだねいらっしゃるわけでしょ。お兄さん、お兄様ですか、うん、お兄さんの菊蔵さんがね、さん来てくれはって聞いてくれるんですよ、ライブも。でも今もうちょっと高齢になられて、足もねだんだん悪くなられたけど、まあなんとかオリンピックにも見に行ってほしいなと思うんだけれど、ね、ちょっとしんどいかなっていう感じでしたね。うん、でもそんなね、
なんていうかな、その時を代表するような歌みたいになってしまいましたけど、うん、一つその歌を聴いて、うん、例えばアスリートの人、それからその後に体操の具志堅さんなんかも金メダル取られたけど、これを聴いて頑張ったっておっしゃったんですよ。あ、なるほどね。うん、お寿司屋さんのご主人なんかもね、これを聴きながら辛い修行時代頑張ったとか、うん、その自分がその高校3年そこまでの思いを込めてなくて申し訳ないんだけれども、うん、それがどんどんこう口から出て山越え川越え向こうの方に伝わった時に、こんな風に歌がね人の心を動かすっていうかさ、そんな力、歌の力っていうのかな、すごいんだなって改めてね思いますし、そんな歌が一曲あっただけでもよかったなと思うんですけど、すごい、素晴らしいですねこれね。一人の道、まあ、ね、これを聞くとね、涙をこらえるのが大変なんですよね。でも今聞いてたらね、これ録音してた時のことを思い出してね、大きいスタジオにポンって一人入れられたんですよ。でもこれもお前一人で弾けとか言われて、うん、ガッと聞いたでしょ、ね、あの頃女の子みんなガッと、女の子だけでもないわ、ガッと弾いてたんですよね。フォークギターというよりもね、それやっと弾けたぐらいやねん。そやからもう今聞いてても下手くそだなと思いながら、恥ずかしいわ。でもそのこの歌の言葉とメロディーとやっぱりそのすごいシンプルなんだけども、うん、それがやっぱりね人の心を打つんだろうね、うん、ずっと長い間。シンプルっていうのは一番いい。そうです、ね、まあ私は一番好きですけどね、素晴らしいなと思いますが、はい、これでやっぱりそのもう大きな反響を呼んでシンガーソングライターシャキミヤコとしてソロ活動、うん、もうやめようと思ってたんですけど、まあまあ、もう一回って言われて、そこからもう一人になって、そこからがシャキミヤコなんです。はいはい、そしてまたやめようとして、また何かあってまたやめようとして、最後、1977年かな、うん、横溝のレコーディングだけして、それでもう結婚控えてたんで、はい、もうやめましたね。あ、そうなんですか。これテレビドラマのね、シリーズ、はい、これが涙橋じゃなくて、まあ幻の人になりましょうか。そうです、はいはい、涙橋はその一人で歌うきっかけになったんですよ。まあ、あ、そう、なるほどね。うん、知り合いのみんながやってるコンサートにゲストで出してもらって、うんうんうん、で涙橋を歌ったんですね、うんうんうん、そしたらディレクターが本当はその中に出てるバンドのレコーディングの話をしに来たんだけど、そこが急に変わって私のその涙橋になっちゃった。そんなね、よし歌おう、じゃあそれでね、今日ね生演奏をねしていただけるっていうことですね。キーは C です。キーは C これさっきのさっきのと違う曲ですよ。違うんですか。同じの繰り返すから大丈夫やったら、はい、あの日の友は今いずこ。
がとう。突然にごめんな。突然ね、茶木さんのこう性格が見えるね。一瞬垣間みたいな、よしやろうみたいな。よしやろうって言ったからさ、あれね、そういう番組じゃないのか。いやいや大丈夫。いやそれがいいな。まあ、でもこういう番組だよね。こういう番組で。でもほらちゃんとついてきてくれはるから、こうやって見せてたらなんか行動ね、分かってくれたから。これがやっぱりね、あの音楽魂のね、そうですね、いいところで、ね。でも今ワンコラスちょっと削るから。これ見たはって4番あると思われたらいかんなもんってこうやって一応気は使ったの、ね、ありがとうございます失礼しましたね、涙橋っていうねそれがいいやない、なんかできるっていうことがね素晴らしいですよね、でもね、うん、すぐこうやってこう、そう思う、だからあんまりこう打ち合わせして同じようなことを喋ったりとか、うん、普通 Q シートってあるんですよ、うん、同じだと思います、そうですね、Q シートこう書いて出すじゃないですか、はい、その本番前に、はい、で Q シート僕ないんですよ、はい、後出し Q シートって、はい、ほとんど僕ぐらいのもんですよ、ね、それ許されてんのが、うん、私も前にちょっと京都でやったことがあるんですけど、はいはい、一人ちゃんとできる人横にいててもってね、はいはいはい、コマーシャル入れたりなんかそのあれする人、はい、横にいてもらって、はい、曲のアナウンスを言って、はいはいはい、私勝手に喋るっていう、あ好きなようにさせてもらったこと、あ僕誰もいなかったですからね、あそうですよ、立って歌ってたもん最初、声がでかいからで喋る時はこう座ってみたいな、ああそんなこともしてましたね、割れちゃうんですよ、どんな声ですか、いやいやいややってみてください、いやいやいや、というね、今日はあのシャキミヤコさんですけども、お便りまたご紹介しましょうか、これこっちもねちょっと少しお便り、あ、うん、これ先にちょっとやってください、今日はあの松下さんの方から、あ、これがいるんだ、はい、これがいるんだ、はい、え、これも私ですか、うん、皆様こんにちは、おうおう、台風後の武蔵小杉はいかがでしょう、うん、被災地の復興をお祈りいたします、うん、ありがとうございます、業務連絡、昨日は午前10時から、うん、添付書類の認否につき、うん、揉めに揉めた攻防の結果、うん、決着がついて10月17日木曜午後2時、うん、無事に入籍をすることができました、 おめでとうございます、これチャーリー佐藤さんですね、チャーリー佐藤さん、外国人の方と結婚するのもいろんな大変なことがありますよね、そうですね、丸々区役所、うん、戸籍課長に対する私の言葉、うん、死亡届を出しに来たわけじゃなく、うん、晴れの婚姻届を出しに来たんだ、少し優しくおおらかな気持ちで対応しなさい、うん、この一言で状況は逆転いたしました、まだまだ数少ない結婚4回目の、うん、まだまだ未熟な私ではありますが頑張ってまいります、そうなおこの事情により、うん、私の周りの女性に一言申し上げておきます、うん、ご安心ください、うん、特別関係友人枠にはまだ余裕がございます、ちょっとドアつかましいですね、うん、チャーリーさん今日1万円しか来てません、うん、1万しか、はい、しかっていうか物入りなんでしょうね、人ね、まあまあいろいろとね、ありがとうございます、うん、業務連絡をお聞きしました、ありがとうございます、チャーリー佐藤さんね、まあ、あの無事にその4回も結婚するというのは考えられないな、ね、俺フィリピンの方とね、うん、なので国際結婚でいろいろ書類が難しい、まあ、そうですね、手続きがね大変だよ、最後一番問題はこれから生活して環境違う中で2人が一緒に生活する、うん、ここが一番そうです ね、 ですね、書類よりもね、その書類よりもこれからそうそうだって生活して文化違うから、ね、そらちょっとした機微がね、あ難しい、ね、難しいよね、乗り越えてほしいですね、そうそう乗り越えてほしいですよ、ね、うん、せっかく、そやおめでたいにはもうおめでとう、ああ、ジャックさんからお祝いいただいて、絶対もう離婚しないでください、ね、お幸せに4回だからね、羨ましい話だけどやっぱねパワーがないとできないね、あ、そりゃそうですね、俺1回で十分だもん、僕も1回で十分です、うん、僕も1回同じく1回でね、結婚は勢いでできたり離婚はちょっと力いいね、疲れるよね、逆にね疲れるね、なるほどね、いいやね、そんなんはね、うん、そんなんはなんかそうこうしてる、なんか今日岡地君が来てるね、どうもどうもありがとう、なぜに なぜそこにいるんだよ、いや私も世話になってるの彼には、え、そうなんですか、そうそうそう、お土産を持ってきてる、あ、偉い、本当、ありがとう、ありがとうございます、気の利く人やな、ユニットの純子さんが買ってきましたんで、気の利く岡地くん、すごい、ご無沙汰してます、本当に、いや春にしたの
一緒にしたあれお寿司屋さんでしたね。あ、春でしたね、あれは。あのね、お寿司でライブって、お寿司屋さんの上にねライブできるんですよ。あの空間があって、あのグランドピアノも置いてあって、はいはいはい、でそこは岡地くんが段取りしてくれて2回したね、うん、そうでしたね、3回、うん、2回2回2回ですか、2回した、お寿司屋さんでライブいいですね。いいでしょう、はい、その後だってお寿司食べ放題、もちろんもちろん、ね、お寿司を頼んで持ち込んでっていうか配達してくれはるから、その席まで、うん、あ、そうなんですか、うん、あ、そういうのいいですね、いいですよ、はい、なんかそういう楽しいことしたりやんな、そうですな、うん、はい、え、おとなしいいや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 、秋崎さんのね応援に来させていただきましたんで、あ、ね、心強いな、頑張ってしっかり応援してよ、はい、また今度ほら一緒にライブね、そうですね、あの やるよね、アビンバ、11月の日だっけ、はい、17日ですね、あ、それ宣伝しに来たのか、いやいや、何でしょう、よろしくお願いいたします、またアビンバね、よろしくね、はい、お願いいたします、うん、よろしく、あの、お願いします、ということでね、岡地くんはちょっとあの来てくれましたけどね、あの、ありがとう、うん、あの、チャキさん、なかなかね、ゲストがいらっしゃるときはこの中でね、はい、一緒にそのあの、せっかくね、来ていただいた方の中にご紹介してたんだけど、やっぱゲストの方によってね、なんか中に 入られてはちょっと都合悪い方もねいらっしゃるんですね。だから金玉の時は僕がやってる時はもういつでも中にガンガン入ってきていいよ。いいんだけど、ゲストの方がいらっしゃる時はちょっといや、あのほら、ファンがたくさんいらっしゃる方は一部のファンだけをそこに招くっていうのが、うん、結構、うん、今日は外に山のように張るやん。だから中に一人だけ入ってるな。ということでね、え、何？釈さんのねスケジュールをご紹介しておきましょう。あ、はい、お願いします。早速今日ですね、はい、今日、18日、釈さん北千住の、はい、マジカルファンタジーっていう、マジカルファンタジー、はい、はいはい、初めて行くんですけどね、この後、あ、そうですか、はい、はいはい、そっちに向かいます。今日ですね、はい、ぜひね皆さんお越しいただきたいと思います。マジカルファンタジーということで19時スタートになっております。ご予約の方がねいらっしゃいましたら、番号申し上げましょう。03東京03、5284-7707という、5284-7707、はい、ということでね、東口徒歩3分、北千住東口徒歩3分ですね、マジカルファンタジーよろしくお願いいたします。近いね。それであれですか、この明日は水道橋のタペストリーという、はいはい、タペストリー、うん、はい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 、なんか素敵なねあったかいお店ですよ。あのお酒美味しいし、ビールが美味しいですね。世界のビールが置いてあって、そうなんですか、うん、インポーティードビールっていうのかな、はいはいはい、輸入されたビールを置いてあって美味しいですよ。おー、だライブハウスじゃないんですけどはいはい、はい、ちょっとあのなんていうの、なんかやれるようになってはい、はい、あ、そうなんですか、はい、年に1回だけさせてもらってるんですけど、あ、そうですか、はい、タペストリー、タペストリー、これが明日ですね、明日です、これ7時ぐらいからでしょうかね、はい、はい、そうですね、7時から歌い出します、はい、でその後はね京都へ帰る方向に向いて小田原で一本やって、うん、京都へ帰ろうかと、うーん、小田原は小田原、小田原、あの、音楽居酒屋、音楽居酒屋、うん、でした、確かタクっていうのかな、スグルっていうのかな、はい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 、はい、うん、初めて行くんですよ。私どっかないかなと思って、はい、こうぐるぐる見てたら、うんうん、一軒出てきてね、うん、ほんで電話したらまだ若い方やったの、うん、私の歌がどうやろうと思ったら、うん、偶然横溝のファンやったの、うん、そうなんだ、うん、横溝静止シリーズのね、あの、うん、主題歌もね、はい、テレビのね方のテレビドラマの古谷一行さんが金田一耕助の役をしたはった分なんですけどね、はいはいはい、それの主題歌を、ね、まあ、やめようと思った時にそれ言われて、うん、で録音して、うん、でまあ好評だったんでね、うん、あのストーリー自体がねすごい面白いじゃないですか、うん、そうですね、テレビよく見てましたよ、視聴率すごい良かったんですよね、うん、でパート2がまた始まることになって、うん、それでまたさせてもらったんです、それ2曲、うん、それでもうやめました、録音してやめたから、うん、それでそのやめるって時、やめた時ってのはどういう感じなんですか。いや、一つはほらもう結婚が、例えば、うん、子育てとかいろいろあるじゃないですか、結婚が決まってたからやめたんですよ、ね、はいはいはい、はい、
で音楽をそんなにできるとも思ってなかったし、自分自身がね、一番初めのきっかけももうなんかやってて、たまたま録音したのを流してくれてリクエストが来て、レコーディングっていうことやから、だから今やれ、今は、今は全然、その2001年からもう一回やろうって気持ちで今やり出してるから、すごく頑張って一生懸命ねやってますけど、あの頃は本当にそういう意味では幸せな時代、なんかそういうアマチュアの人たちもすぐレコーディングして、関西からもたくさん出たし、そんな時代でしたからね。今の方がよっぽど頑張ってます。今そのもう一回やろうって思ったきっかけみたいなのあるんですか？大きなきっかけは自分が60になった、あ、違う、50になった時ごめん、ちょっと次が近づいてきてるもんやから、ごめんね。もう50になる時に、50になるんだと思って、で同級生が一人ね亡くなったんですよ、そしたら、もし自分だったらもうやりたいことってできなくなるし、やり残しのないようにって、一回の人生からやり残しのないようにって思いが とっても大きくなったのと、娘がもう仕事しだしたし、もう大丈夫じゃないですか。で、その先ほどの一人の道にしろ、横溝の歌にしろ、なんかこうよそから聞こえてきたんですね、その歌をすごく好きで聞いてたって。一人の道なんかもほんまにオリンピック選手の方々が聞きながら、トレーニング頑張ったって話も聞くし、本だ、あの新聞で読んだりもするし、それから、横溝なんかはちょっと年齢層が下がって、で今の、今50代の方かな、そうですね、ね、その辺の人たちがもう怖いけど見てたとか、そのいろんな、もう大好きでしたとか、あの声が忘れられないとか、いろいろ言われて、そんなにそんな人がいるんやって初めて自分の知ってたことが気づいたんです。東京でなんか仕事があって来てもそのまま京都帰るしね、もう帰ったらもう普通の女子大生で何もしてないから、その歌がどう動いてるかどうなってるかは全然知らなかったんですよ。だテレビもそんな視聴率あったって知らなかったし、だから、あ、そんな風にして自分ができることでね、なんか喜んでもらえることがあるんなら、もうもうほらそんなダイヤモンドも立派な服もカバンも、靴もいらんやん、もうカバン重いだけだし、この頃軽いので買って、背中背負ってますけど、本当に T シャツとジーパンがあれば、一番自分が居心地いい、一番気持ちよく過ごせる、なんもいいかなと思って、だから全部やめて、やってることやめまして、ギター持ち出して、でそこにちょうど斉藤信ってパーカッショニストの斉藤信さんがいてくれてね、で一緒にでなんかいい音楽作ろうって言ってくれたから二人でレコーディングして、そこがきっかけですね。へえ。自分でやろうっていう思いがその時初めて、本当に恥ずかしい話ですけどやっとね、目覚めたっていうのか、ギター弾くことも面白くなったし、ギターってどうして弾くんですかって言われるけど、教えてどうこうできるものである程度の知識はできると思いますけど、私は全然習ってないから自己流なんですけれども、ギター弾くこと好きになることしかないと思うのよね。で好きで弾いてたらなんかいろんなことが分かってきたり、ね、で私がエレアコって知らんかったから、一番初めに持ち出して出たらみんながここから線が出てる。そうです、ね、線っていうのがいいよね。俺も たまに使うんだマイクの線とか。なあ、この線は何やろうと思って、それってエレキギターちゃうのって、アコースティックって言うけど、それエレキギターちゃうのみたいな、本当に冷凍保存されてたから、そっからじゃあちょっとやってみようかなって思って、ギタリストのね岡崎凛天さんと一緒にやることになって、で凛天が、凛天がなんかものすごい音をバーンって出したから、いやあんなんしたいなとか思って、それでちょっと一本そういうのを求めて弾いたんですよ。そしたら面白くて、こう弾いてるうちお昼ぐらいから練習してこう弾いててふって見たらもう周りが真っ暗やったんですよ。だ夢中になったよね。だから好きになることしかないと思うね。ね、と思います。まあそんなしょうもない話ですけど、まあそんなこともあったりして、やりたいなっていう気持ちになった。結構いろんな方をねゲストでお招きして、はい、いろんなお話聞くんですけども、その、はい、やっぱりしばらく子育てで、その辞めてたとか、例えばその人ってなんかこう音楽始めて、長くやってる方もやっぱりその
精神的になんかあんまりそこに向かない時期ってあるんですね、うん、やっぱ10年こう辞めてたりとかね、うん、やっぱ女性の場合は特に、はいはい、まあ、子供の問題があるし、ありますね、それを置いて、うん、まあ音楽続けてる人ももちろんいらっしゃるのはそれはそれでいいんですけど、私不器用なんで、うんうんうん、なんかいやこの子置いて出ていかんなんなってもうしんどいじゃないですか、うんうんうん、で今やったらもうしっかりね、うんうんうん、もう結婚していないし、まあ、思い切りできるしね。なるほどね。やっぱりなんかそれはできる人とできない人ときっといると思います、うんうんうん、でも私の場合はもう大きくなったからもういいやって、うんうん、その間はだからもう全然、子供の小学校の、なんやな、卒園じゃないわ、うん、謝恩会か、うんうんうん、そんなん呼ばれて、うんうん、学校の先生がちょっと歌ってもらえませんかみたいなの言われて歌ったり、うん、幼稚園のクリスマス会に呼ばれて、うん、ギター久しぶりに出してきて、でまたしまうって、それだけですからね。そんなありましたけどね。うん、だから自分には音楽がそんな近いものではなかった。うん、なんか、うん、好きでしたけど、京都なんで特にフォークソングやね、はいはいはい、まあ、まあみんなギター持ってね歩いてましたからね。だからそういう環境、初めの取っかかりは環境が良かったかもしれない。うん、みんなそういう人たちがいて、うん、どんどん歌って出ていった、うん、だけどその時に私はコンサート一切出てないんですよ、うん、下から見てただけ、はいはい、だからそんなことできるとも思わなかったし、うん、なんか今もそのどこまでできるかですけど、とりあえずやりたい、楽しいなっていう気持ちが強い、うん、なるほど、ね、うん、だからなんやな、一緒になんかやるってことがものすごく面白くてね、うんうんうん、一人でやることも多いし、うん、まああと人生わずかですから、なんかいやいやいやね、素晴らしいね、いや、そんなおばさんが一人ぐらいいてもいいかな、いやいや、あれですよね、なんか健康のことでなんかいろいろやられてることとかありますか、健康、うん、なんか健康っていうかね、とりあえず自分で食べるものは自分で作る、っていうかな、買ってきたものはあんま美味しくないやんな、絶対買ってきても、うん、あ、ちょっと口に合わなかったりするねんね、うん、で何でもいいから自分でこう作ったものがやっぱ美味しいし、うん、口から食べることは大事だと思ってるんですよ、うんうん、だからいろんなものをとりあえず、うん、朝一番力が入ってるの、朝のサラダが、ああそうなんですか、うん、いろんなの入れて、おじゃこも入れて、あ、果物も入れたり、いろいろ入れて、ほう、やってますけどね。だからそういうのは食いにならないし、うん、ちょっと地方症にならない、ボケにもな、ボケにならない、うん、あれにもなるし、うんうん、なんか作ることは面白いですね。なるほどね、うん。それぐらいかな。あ、ちょっと時間のある時はウォーキングする。はい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 、うん、ウォーキングだけですね。へえ。立って歌うなんからさ。そうそう、座って歌わないんですか。初めはね、座って歌う人もいますよね、うん、僕も座れないんですよね、1970年代60年終わりか70年代はみんな座って、はい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 、弾いてやってたんですよ、はい、なんかこう、ちまちまと4畳半フォークじゃないけど、はいはいはい、でもそ、私もそれで歌ってたんですけれども、うん、2000あれ何年かな、石川貴彦さんと一緒にコンサートを呼ばれてやることになったんですね、はいはい、でその時に今家でリハーサルしてて、で本番の練習してたら、うん、立たないのって言われたの、うん、でいや立ったらギターそんな弾けないのでって言って、うん、立った方がいいよって言われた、うん、それから立つようにしたから、うん、あれ何年やったやろ、2010年の前かな、うんうん、2010年前ぐらいやな、うん、いや7、8年ぐらい経ってんのかな、うん、で立ったらやっぱり声も出るし、うん、ね、動きやすいし、反対にじっと座ってるとね、うん、じっとこのままの2時間1時間2時間やるとかえって腰悪くするでしょ、うん、立った方がこう自由になれて、うん、なるほどね、いいんですよ、リズム乗れるしね、あ、うん、だから立ってる方が好きですね今はね、だけどいつまで立ってられるか分からへんけど、というね、さっき宮子さんでしたけどもですね、ですけどもですね、生歌をちょっともう一曲なんかこうやりますか、そうなんだから、さっき笹さんがリクエスト、はい、お答えしますか、そうでしょうね、先ほどの鹿川の笹さんのリクエストをお答えしましょうか、やっぱり横溝をしないとね、あ、なるほどね、なんかこの歌でたくさんその
聞いてくださってる方は年齢層が変わって、そのピンクピクスの時と違って、うんうん、チャキミヤコとしてなってから聞いてくれてる人の年齢層がまたもう一つ若い人たちが聞いてくれているという、はいはいはい、いいですねそれも、うん、だから全部リンクしてないんですけどね、うんうん、まあ、それをじゃあ聞いてください、はい、いきましょうね、はい、幻の人です、はい、ね、さっきちょっとやっただけですね、しっかり合わせてね、いやいやなんとかついてる、いや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 、ね、もうこれがね音楽魂でしょうけどもですね、シャキミヤコさんのね今後のスケジュールちょっと先になりますが、はい、これはクリスマスの頃ですか、クリスマスの時期なんでね、12月20日ですね、12月20日金曜日ですね、はい、だからクリスマスソングも歌いたいのと、もう一つはね、ほうほう、年にね、まあ、大阪とそしてこの東京でリクエスト大会をしてるんですよ、ほうほう、リクエスト大会というのはもう、レコーディングされたものに限るのね、はい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 、天城越えとか言われても困るので、だからそのピンクピクルスの頃と、それから一人になった頃と、前のね一人の時と、それからもう一度改めて歌い出した2001年からのチャキミヤコと、そのアルバムシングル A 面 B 面も含め、その全ての中から来られたお客様にあのリクエストを聞くんですよ、で聞いてんで歌うって。はいはいはい、で聞いてその歌のなんかまつわる話、うん、レコーディングのあの時にこんなんだったとか、はいはい、この歌を作る時こんなんやったとか、こんな思い出やったとか、うん、なんかそのことをその人とちょっと話しながら、会場で話しながらやると、なんかこう皆さんとの、 あのなんか会話もできて、
て、ああそうですよね、それも含めて、はいはいはい、トーク&ライブみたいな感じ、うん、でもう一つはね、いつもライブしてね、例えば今の幻の人やるとするでしょ、うん、そしたらもう一人そう、いやーパート2のあざみのごとく時計あればそれ聞きたかったとか言わはるんですよ、うん、で一人の道を歌えば、いやー僕に触らせてくれって歌があるんですけど、それ聞きたかったとか、そのライブに来られても思ってらっしゃる歌を歌わない時ってあるじゃないですか、ありますね、必ず歌うって限らへんし、それを言わはるとね、なんか悪かったなぁ思うよね、すごくちょっとこう心痛むの、うんうん、その時は絶対みんなが思ってる曲を歌えるやん、はいはいはい、ね、満足して帰ると、ね、うん、だからそういう意味でも、ああそういういいですよね、うん、いいかな、なるほどねと思って、これが12月20日これは楽しみの、あの、うん、その代わり何言わはるか分からへんから、うん、これがちょっと怖いんですよ、ああはいはいはい、だから一応全部もう一回、ね、はいはい、見直していくんですけど、うん、途中からあれとか、うん、それはとか言ったらみんなお客さん反対に喜んでくれてるけど ね、 なるほどね、失敗する方が、これ場所がはい、大岡山、大岡山、ここ来る途中にあったの、大岡山、はいはい、大岡山のグッドストック東京、はい、ですかね、はい、グッドストック東京で、これ19時から開演ということで、はい、前売りに3500円、当日4000円になっております、はい、打ち上げ忘年会あるんですね、終演後に、そうです ね、 ね、はい、お店でね、みんなでね、最後ね、軽食とドリンク付きで2000円、うん、忘年会兼ねて来ていただいたらね、楽しいと思う、なるほどね、これもいい企画ですね、うん、こういうことっていいですよね、うん、あの僕も須賀川行ったらね、結構、はいはい、終わってあの皆さんがこういらっしゃるんで、そうそう、あの結構朝までで、なんか申し訳ないじゃないですか、皆さんがいらっしゃるのに僕は先に寝たりなんか2回行ったら、でもそれするとね、今度病気するよ本当ね、あ、私も一番初め2000人が歌い出した時にそうやって、うん、全部お付き合いして、うん、帰れへんやん、うん、ね、帰ったらみんなあれやから最後までお付き合いして、それから出たものを食べないと悪いと思ってもう食べたし、うんうんうん、もうここまで来て、いや持ち上げさんのためにこれ持ってきましたよって、またそれ食べてもうこんなお腹いっぱいになって、うん、いい壊した、あ、なるほどね、だからもう、ね、まあまあ私の場合は年齢もあるので、いやごめんねって、あの縁も竹縄ですが失礼しますとか、あ、それがね、それが必要ですよね、僕もね、もうまた明日あるのでごめんねみたいな、はい、あ、そうですね、体が大事やから、はい、あの精進いたします俺がね、だからあの一緒にいたりするじゃん、松下君もね、それで行ったりしてね、いやあなたが寝ないからみんないるのよって言われてそうそうそう、ね、うん、でもやっぱりその日を楽しみに見なきゃあるからね、うんうん、だからまあそういうこう話しながらちょっとね、あの、うん、会話をしながらやるライブって素敵ですよね、うん、このやっぱりその時の話をしたりすると、はいはいはい、それはもうなんかその時のいろんな宝話を聞いたみたいに思ってくれはって、はい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 、ね、楽しい、ね、楽しいですもんね、やっぱり人間と人間ね、うん、一番面白いもんね、なるほどね、うん、そんな感じです、ということでですね、はい、その前にね、あ、もうそうそうそう、11月10日はい、これは11月10日ね、うん、西荻窪に私友人がいろいろいて、ほうほうほう、いてくれてましてね、はい、でそのみんなと音楽仲間と、あの2月に1回ちょっとゲスト出してもらったら、とっても楽しいその雰囲気、うん、音楽あふれる雰囲気がとっても良かったんですね、うん、でその M×3 っていう M がつく3人 の、 あの紳士3人と、あ、で私一緒にあのライブさせてもらうんですね、 M×3 ですね、はい、あのチャッキー美和子さんと M×3 っていうことでね、うん、チャッキー美和子とその仲間たちっていうことですけど、その仲間は M×3 っていう、はいはいはい、まあ、バンドもされてるんですけど、その人たちと一緒に、うん、あ、そうですか、はいはい、西荻窪のテラで、テラ、西荻窪のテラ、はい、これが11月10日日曜日になりますね、はい、スタートこれちょっと早いと10オープンが15時からで、ね、スタートが16時ということになっております、はい、早く終えてあと楽しもうっていうその手もありますよね、その日はね、いつもの歌以外にどっちかというと横文字の歌が多いですね、あ、そうかそうか、うんうん、で一番新しいアルバムがそのカバーのアルバムでしたっけ、うん、あ、カバーが入れたアルバムもありますけど、それとまたちょっと違って、はい、あ、そうですか、はい、これが11月10日ですね、皆さんぜひお越しください、はい、チャージ2500円になっております、西荻窪テラというね、みんなで楽しめると思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、他になんか、あ、もうそろそろ時間ないね、
時間もあっという間の1時間になりましたね。そうですね。ああ本当やね。喋、ね、りすぎたね。ごめん。チャキさんよく喋るよね。あ失礼しました。そのまま返そう。いやでもね、そのなんていうかな、こう聞き入っちゃうんだよね。この先輩のこう話をね、やっぱこう聞き入るよね。めったにこういう話って聞けないじゃん。そうですよね。で今日初めてお会いしたし。ね、だからもう初っ端からね、やっぱその聞き入ってしまいましたけど、ね、本気にありがとう、よく呼んでいただきました。いやいや、じゃあ、まあ、あとはね、うん、私のスケジュールはホームページ見ていただくと全部載せますから、そうですね、ホームページでチャキミヤコでチェックしてください、はい、お願いいたします。今日はもう僕は歌うのやめて、じゃあ最後チャキさんにちょっとなんかみんなで歌いましょうか。歌わなあかんかったんや。いやいや、いい、全然いいです。あの来週、うん、金玉ですか、金玉っていうね、滑舌よく言わなきゃちょっとあれですけど、あのカナオ魂っていう金玉、あの僕らだけなんで来週しっかり歌いますんで、そう、そして最後がチャクさんに楽しめて、あ、一緒になんかやりますか。場所のためにこの歌を変えます。誇りまみれになったこの道を Moving on Moving on 変わりようのない荒れ果てた大地Moving on
ですね、本日のゲストジャッキー・ディアクさんでした。ありがとうございました。どうもお気にありがとう、ありがとうございます。はい、お相手は桜田たけし、桜田たけしでした。松下の趣味、金川芳雄でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。埋め尽くす。